チェスター伯爵は、イングランド王国、後イギリスの伯爵院。チェスターは、イングランド西部の都市である。元々は土着の有力豪族が支配しており、11世紀半ば過ぎに、伯爵領として独立した。12世紀には国王をしのぐほどの勢力を誇ったが、1237年に、当主のハンティンドンハクジョン・オブスコットランドが来なくして、シスと、イングランドをヘンリー賛世領となる。 四大アルベマール博ウィリアムが一時主拝見を主張したが、両違いで納得させ、1254年、エドワード王太子の所領となる。1264年、第二次バロン戦争で、エドワードが他の王族らと共に拘束されると、実権を掌握したシモンド・モンホールが、チェスター伯爵となったが、翌年に廃止。爵位も再び空位となった。エドワード一世は、 外政を繰り返し行ったが、チェスターは、ウェールズ信仰の足がかりとして重宝された。1301年、王大使エドワードが、ウェールズ大公と共に、チェスター伯爵となり、爵位が復活する。エドワード二世即位の後、1312年に、エドワード王大使が助爵されるとこれが慣例化し、以降、イングランド王大使は、ウェールズ大公とチェスター伯爵を、セットで名乗るようになる。 1398年、リチャード2世の命によって一時独立して広告となったが、翌年新国をヘンリー4世によって伯爵領に戻されている。以降、チェスター白衣は主に多い継承者が保持した。その助尺の経緯から伯爵としては比較的高い権威を持っており、現在もチェスターには常任の文章官が在任する。ありがとうございます。